はい、ごきげんよう、嘆きのアリアです。さあ、今回もね、PS1 のバイオハザードやっていきたいと思います。前回ですね、こちらでスタークレスト手に入れましたということで、今回もバリバリ探索していきますわよ。カラスが怖い。カラスが怖い。まあ、スタークレストもいらないかな、わかんない。必要な時にまた出せばいいかなと思うんで、一旦預けときますかね。ガッチャ。なんで急に不穏な BGM になったのかわかんないですけど。さて。今ここなので、今どこさっきまで私がいたの、あの下の部屋ですね。で、ここは開かないんですよね。ここは開かないと。ガチャガチャ、ガチャガチャ、兜の形が刻まれている。じゃあ、スタークレストちょっと預けときましょう。ガチャ。あ、どこもか、あ？こっちでしたっけ？あ、合ってますね。どこもかしこも不穏な BGM ですよ、もう。よいしょ。はい、スタークレスト。違う。スタークレストを預けます。では。まだ行ってないところが一回あるんで行きましょうか。ガッチャ。よいしょ。突き当たりの方ですね。なんか突き当たりは、ゾンビさんが出てきそうなんで。嫌なんですけど。こっち。うわ。なんかブラッディなドアじゃないです？錆びついてる？いやー、行きたくない。行きたくな。扉の閉まった音にビビってはいけませんわね。弾切れ、あー、リロードしてくれました？ふう。一発噛まれましたね。まだファインだから大丈夫。犬もまあ、落ち着けば、なんとか。ここは？西に日が沈み、東に月が昇るとき、天には星がかかり、地には風が吹く。これ、スタークレストハマりそうですね。そして人生は開かれる。これ、閉まっちゃったけど、スタークレスト開きそうですね。ハマりそうですね。ふむふむ。今はでもどうしようもないのかな。仕方ない。じゃあ。だいたい見た感じですかね。あ、一階のあの反対側の方見てないけど、犬が2匹出てきたら嫌なんで、まあまた後にしますか。こういうなんか、ガバ探索してるとあれなんでしょうけどね。いろいろ見逃して、大惨事になるんでしょうけど。ガチャ。さて。じゃあ、2階とか行ってみます？ここ開かないですもんね。うん。行ってみますか。2階行きます。さて。捨て。階段も。調べないと登れないんですね。うわぁ。嫌な感じ。嫌な感じ。トン、トン、トン。いるー！いらっしゃるー！あれ？動いてこない。え、動いてきた。後ろにもいますね。え、なんか入ってきた！なんか入ってきた！
ってない。一旦引きつけましょう。これまずいのでは？これまずいのでは？あ、やばいやばいや、はめられてる。あびゃー華麗な、華麗なコンビを、コンビじゃない、コンボを食らってやられましたか。ふえー。イージーとは一体？イージーとは一体？さあ、リベンジですよ。当たってない。2,3,4,5 硬くないですか？ほっ、倒しましたかね。もう弾がだいぶない。ふぅ。オッケー。大丈夫なんですかね？こんなパン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 弾使っちゃって。さーて、さーて。2階。ああ、まだ地図がない。行けるところから行きますか。端っこの方から行きますかね。で、ここから。ノブが壊れている。じゃあ、ここから。鍵を外した。ガチャ。ん？ひぃー！来なさい。しぶと。弾がもう、あまりにも心もとない。そしてめっちゃ広い。大丈夫ですかね？こんなに。本当にパカスカ撃っちゃって。ふむ。弾が欲しいな。綺麗に整理されている。なんか本がありますね、明らかに。ボタニティ、植物学、薬効を持つ植物について。周知の通り、植物には薬効を持つものが多くある。人類は太古から様々な植物を用い、傷や病を癒してきた。本書では、この薬効を持つ植物の例として、アークレイ山地周辺に自生する3つのハーブを取り上げて、その概要を述べたいと思う。この3つのハーブはそれぞれの色が異なると同様に、それぞれの薬草としての効用も異なる。緑色、グリーンハーブは人の体力を回復。青色のものは動物などから受けた毒を消す。そして赤色のハーブ。これは単独で用いただけでは何ら効果を生み出さない。赤色のハーブは他のハーブと調合することによって初めてその効果を発揮する。例えば体力を回復するハーブとこのハーブを調合すると、その効果は数倍にもなるのだ。以上がアークレイに自生する3つのハーブについての概要である。さらにこの3つのハーブはそれぞれの量を増やしたり、種類の違うものを組み合わせ、調合することにより、様々な効果の薬を作り出すことができるのだが、それについては実際にあなた自身の手で試してほしい。ちゃんと書いてほしい。それが本当の知識を得る一番いい方法なのだから、ちゃんと書いてほしい。植物学をファイルに閉じました。はい。ちゃんと書いてほしいな。書いといてほしかったな。特に変わったものはない。玉が欲しいです。ないのかな？なさそうですね。こっちとか。特に変わったものはない。綺麗に整理されている。くぅ。ここになければないですね。ないですね。さて、今ここの部屋。どっから来たんですか？下からこう来てこうだから。ふむふむ。なるほど。とりあえず行くだけ行ってみますか。鍵を外した。
さて。ん？あ、戻っちゃいましたね。ん？戻った？あれ？あ、戻りましたか。方向音痴、発動中。ん？こっちから来ましたっけ？え？うん、ここですよね。あ、そっかそっかそっか。え？今ここで、あーん？ん？どう、つながりがいまいち分かってないですが、まあ、よしとしましょうか。あ、ここから入った。ここから入りました。ここから入って、あっちから戻ったから同じところに行っていると。なるほど。つまり探索はまだ進んでない。ということですわね。こっちだ。じゃあ。え、何ですかこれ。鍵がかかっている。鎧の形。ちょこちょこ鎧の形。また落ちちゃった。カチっていった。ふっ。さあ、いよいよ弾がつきましたよ。あ、生きてましたね、まだ。ふう、ナイスナイフ。ナイスナイフです。鎧の形が刻まれている。お、バーリー。何か手がかりでも。いや別に。おかしな館ね。うん。デンジャラス。そうですね。いつでも脱出できるようにしたい。裏口があるだろう。あるんですかね。ふむ。これを見つけたんだ。お、弾ですか？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 ちょっとした、あ、弾だ。生き物によく効くぜ。なるほど。ありがとうございます。取っときな。助かります。こいつがあるさ。おお、拳銃。ありがとうございます。もらっときます。え？硫酸弾、使えないでしょ。硫酸弾だけもらったところで、使えませんわよ。はい。またお会いしましょう。あ、これであれだ。真ん中のところに戻ってきた感じですね。セーブしとこ。タイプライター置いてきた。タイプライターのインクリボン置いてきた。セーブができない。へー。じゃあせっかくなんで下の反対の扉行けるかどうか見ときますか。多分行けないと思いますけど。とっとっと。怖い。階段が怖い。階段が怖い。さて。こっち。こっちの方。ああ、ここも鎧なんですね。鎧の何かが手に入れば結構探索が一気に進みそうな感じがしますけども。ふむ。じゃあ、一旦上のまだ行ってないところを探索していきますかね。トントン。一旦ちょっと戻りますか。こっちだから扉はだいぶスルーしてきてるわけですよね。よし。弾が欲しい。すごい弾が欲しい。鍵がかかってる。そうですよね。じゃ、セーブをしに戻るついでに、行けそうなところを探っていきますか。要するにこっち側ですよね。まあ、一旦降りてセーブしましょう。どうなんだろう。セーブしすぎなのかもしれないですけど。なんかね、弾ない状態でセーブしていいのかな？セーブすると分けときますか？セーブすると分けとけば、済むことはないでしょう、きっと。ガチャ。
旦硫酸弾はなんかでもいざという時のために持っといた方がいい気がしますね。じゃあ一旦インクリボン取り出してセーブしておきます。ちゃっちゃちゃちゃっちゃん、ゼロ二。ではさっきのとこまで戻りますか。こっちですね。こっちまだ見てないはず。ここは？鍵がかかって、また鎧だ。鎧の鍵みたいなのがあるんでしょうね、きっと。青い扉は現状いけそうな雰囲気がある。ガッチャ。ふむ。この部屋自体はそんなに。ハーブありますね。グリーンハーブを取りますか？はい、取ります。回復しときましょうか。OK、ファイン。そしてこれは？何ですか？絵なのかな？暖炉に薪がくべてある。上には白紙が貼り付けてある。白紙？鍵がかかっている。ああ、結局こっち行けないんだ。なるほど。じゃあさっきのところまで戻って、まだ行ってないところがありそうってことですかね。ああ、ありますね。下の方か、バリーが行った道を追うか、どっちかって感じですね。ちょっとじゃあそこまで行きますか。まあ、ここですかね。なんか奥にある。なんだこれ。いや、ないか。何もない。何もないですね。よし。はい、ではね、今回はこの辺りとさせていただいて、次回、この扉の先に何があるか確かめていきたいと思います。といった感じで、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。